共同大阪 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうもブラディオです。さあ、我々ブラディオ大阪にはもう幾度となくお邪魔させていただいてますけども、はいはいはい、今回はですね、ついに満を持してこの共同大阪の YouTube チャンネルに、そんなに満を持してました。幾度となく大阪には来させていただいてましたが、ついについに共同大阪の YouTube チャンネルですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、どうですか、はい、もうなんかこの大阪の印象はなんてこう聞くことすらちょっと、ちょっとね、間違ってんじゃないかぐらい、こう、足広く来ておりますけれども。馴染みありますよ。はいはいはい、はい。先日まで我々もね、ツアーで、回っておりまして、はい、大阪公演をさせていただいて、はい、久しぶりの大阪単独公演、どうでした？大阪のファンキーパーティーピーボーの皆さんの。まあ、久しぶりでしたけれども、はい、やっぱりこう、顔をね、こう、突き合わせれば、うん、まあ、いつもの感じのファンキーな感じもありますし、まあ、とにかく僕のトークが爆受けでしたね。おお。自己評価の角度ね。だからもう大阪で爆受けしてるってことはもう俺は面白いという、あ、自信を持って、自信を持って今ここに立たせていただいて、ここに立たせていただいて、素晴らしいですね、ポジティブシンキング。もう本当に大阪は音楽の公演もそうですけど、はい、僕個人としてはピン芸人としての、その立ち位置もちょっと意識してますね。我々はどうしたらいいんでしょうね。笑いを取りたいという、ちょっとピン芸人クロコみたいな感じ。それでみんなに笑っていただきたいなという思いで、そこでの受けが良かったから、はい、今回この YouTube チャンネル大阪に受けたらで出してもらったという。そうです、そうです。次からこうステージの意識を変えていた方がいい。そうそうそう、大阪に関しては、それについてはどうですか、リーダーこう言ってますけど、はい、じゃあもうそこで稼いでもらって、はい、我々をね、僕たちどうも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 みたいな。逆にごめんなさい、俺が広げすぎちゃった。さあ、そんな我々ですね、はい、ですけれどもですね、はい、9月に初めての、はい、ヤオンツアー、ありがとうございます。大阪公演も決まっております、はい、ブラディオファンタスティックフェスティバル2022、はい、ヤオンデオウ祭りと、ありがとうございます。9月4日の日曜日ですね、はい、大阪城野外本格堂で、はい、ヤオンマンも初めてですか、僕らは単独イベントでは、はいはい、ですけれども、これは楽しみじゃないですか。めちゃくちゃ楽しみです、はい、問題のタイトルにもあります通り、はい、お祭り、はい、お祭りってい う, こう分かりやすいワードが入ってますんで、もう仮にブラディオを知りませんっていう人でも、うん、お祭りに行こうぜみたいな感覚で来ていただいても、なんかこう楽しめるのかなと、はい、どうなんですか、何笑いぐらいこうも取るつもりで。100です。100です。もう、あ、ほかね、100喋れば小学生みたいなこと言ってます。喋ればボンって100です。小学生みたいな数字出ちゃってる。何に対して100か分からない。100兆みたいな。そういうワードしてます。それぐらい、絶対こう来てくれた人たちはもう絶対笑顔にするぞっていう気持ちは変わりますので、じゃあ我々はなんとかかっこいいところを見せれるようにね。そう、はい、そこでバランスを取ってもらって、100アシストが必要になってくるから。あ、すごい、うん、前向き。すごいいいやつ。逆にすいません、なんかもでもたまにとんでもないパスも入れてくる。いや、そうそうそう、気をつけないで。さあ、まあ皆さん、これからになって帰れるライブにしたいと思ってますので、はい、ぜひ大阪の皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。会場でお待ちしております、以上、ブラジオでした。